はい、こんにちは、カズボーです。モデルポーズしてんだけどね、幼児体型ぼっこさんがね、一生懸命服の色とか変えて、コーデしてみました。これやってるときね、フレンドさんとかね、レイノさんっていうフレンドさんとかね、エニックスさんとかね、あったんですけどね。今回ですけど、海賊97まであげたんですよ。メタル迷宮券がね、23個あって、全部使いましたね。それで、とりあえず今なくなっちゃったんで、一人住みようかな。さて、先進みますね、じゃあね。いよいよ4点の星巡り開始ですね。支点か。支点の星、支点だね。4点じゃないね。支点だね、多分ね。支点の星巡りは、その名の通り4つの試練によって構成されています。私からはここ、白灰の、白灰だっけこれ、試練場に配された破壊の試練についてご説明しましょう。この備えの場にある試みの門を出たところ、試みの荒野にある戦士の儀礼場で試練は行われます。戦士の儀礼場への道のりは遠い。松明の明かりを、導きを追いなさい。試みの荒野には、今回の試練のために捕獲してきた魔物たちを配備していますので、刀鍛冶にご活用ください。そうそう、ボッコさん、あなたは試練に挑む前にご自分の魂の燭台を取り戻す必要がありますね。試みの荒野の戦士の儀礼場の方角に魂の燭台らしきものが落ちたそうです。試みの門から出て探すといいでしょう。それでは破壊の試練場に挑む英雄よ、あなた方の幸運を祈ってますよ、ということですね。試みの荒野に、そこに行かなくちゃないんでしょうね。はい、これドラクエ10なんだけど、オートセーブだからね、たまにちょっとカクカクなったりするけど、ちょっとすいませんね、これ取り直しできないんでね。ここにある試みの門を出れば、試みの荒野、その北、戦士の儀礼場に到着すれば、支点の星巡りが長い一角、破壊の試練の始まりだ。英雄、ラダガートはすでに出発の準備を終えたようだな。その後も急ぐことだな。ちょっとやってみよう。捕獲してきた魔物ってなんだ？はい、試み4から外に出ようとすると、僕の元にラダガートがやってきた。魂の燭台らしき光は、試練の会場となる戦士の儀礼場の方角に落ちたようだ。この試みの門から試みの荒野へ出て、松明をたどっていけば、戦士の儀礼場に着くと天使から聞いている。ついてこい、ボッコ。ラダガートは試みの門から備えの場へ、外へ出ていった。行ってみっか。初の戦闘かな、もしかして。多分あるよね。ないかな。おお、ドラクエ9。あ、待った。メールストロムとかね、覚えまして。ああ、あるね。やっぱここにしかないのとかあるんでしょうね、きっと。いやー、こう、明治ボンボンじゃ。なんだこいつ。なんだこれ。ガニメデスだって、なんだそれ。グレムリンとかの色違いだ。また亜種出てきた。見破ります。初めてのこんなん知らねえ。ドラクエ2にね、グレムリンとかいたけどね。大砲置きとかさ、いっぱい置いてすげえことなんだよ、これ。三段ショットとかね。何に使えるかね、必殺、ウルトラ大砲置き。もう全部打ち終わるまでにね、終わったりするからね、案外。蛇の抜け殻。9000って、明治ももんじゃいたよな。これ初だよな。あ、初だね。ももんじゃはね、バージョン4に出てきたんかな。だから明治は、ダックスビルも出てきたけど、明治ももんじゃは出てきてなかったの。今、そういえばドラクエ10で初めて見たと思って。初めてのはね、見破っていきますんで、よろしくお願いします。おっと、大砲の向きあんだよな。向いてる方だもんね。
かなり不思議な踊り手なんですね。MP が足りない。マジかよ。え、そんな使うの？あ、かなり不思議な踊りか。それで持っていかれたんか。なんか光もんあるみたいだよね。あ、これか。輝きそう。お、だからこれ敵の方に行って、あ、これとかどうなの。あ、チャージあるんだ。え、初めてのコールレイン。あ、強いな。700もいく。メールストロム。強え。あ、ち、なんか怒ってきたな、今。光物。何これ、星、うん、ああ青箱あるね。え、なんだ、左からも行けるけど、どうなんこれって、どこに行くの。なんかすげえ高く売れそうだね。え、なんだこれ。ちょっと待って。あー、いっぱいあった。まずい。なんだこいつ。疾風天狗だって。これさあ、あ、敵の方向かないと意味ないよ。攻撃。ウルトラタイプ。あの1800ってのは攻撃なんかな。死んでるの。なんだ鏡石か。死のサソリ。死のサソリって自分拾ったっけ。これ拾ったじゃねえや、拾えねえわ。死のサソリはいたよね、魔界にね。ここかな。ここから南側には魂の食材はなかった。この建物の先はまだ探していない。行くぞ。あ、あんな喋り方なの。ここ、あ、そういうことだよね。だから行けるようになるってことだよね。お化けキャンドルじゃないよな。炎の色違うよね、あれ。また、ちょっと道具整理しよう。草原の使徒ってなんだそれ。なんじゃそりゃ。何がお化けキャンドルで。攻撃すれば勝手にさ、
時間経ったら打ってくれるからさ、それいいよ。豆腐弾ショット。ちょっと、あ？え、何？何？あの青いとこ。まあ、ちょっと鼻声ですけどね体調は大丈夫なんですけど、全然。いや、新モンスターいっぱいいて面白いな。え、なんだここ。おん。で、青箱がこっちにあるよね。降りちゃった。うわ、天の香木？なんじゃそれ。え、あれ、あれ違うよね。食材じゃないよね、あれはね。お、噂をすればズッキーニャ。あ、ズッキーニャすでに出てたか。ドラクエ9のこの音楽ってさ、なんかあのズッキーニャっていうの、うん、こんないっぱい出てきてるし。いけ、まあちょっと慣れてないからさ。攻撃ブーストとかさ、ロックオンとかさ、いろいろあるんだけどさ。アイテム整理しておきますね、次回ぐらいまでに。とりあえず今回は、あ、なんだね。なんかいいの落っこってそうだよね。すげえな。道具拡張クエストとかもあったんで、まあそんなのやってもいいかな。ちょっとイベント、ね、アイテム満タンだからさ。満タンっていうか自分が整理すりゃいいんだけど、余計なもんいっぱい持ってくからさ。まあまあ、ゴミ集めじゃねえかえ、これなんどっちなんだろうね。待って、これウィーターどうなん。あー、待って、こっち、こっち行き止まりだ。行き止まりのところに多分宝とかって絶対あるよね。アイテム満タンだっつってんのに。初めての場所なんでね。ですよ。あ、あった。白箱あった。まあ、魔法の聖水あればいい。序盤だったらすげえもったいないけど、もう小瓶じゃ間に合わないからね。な、知らない敵とか行くかもしれないし、もしかしたら。いないかな。あ、死のサソリだよな、これ。多分戦ったことあると思うけど。あれ？ない。死のサソリって戦わなかったっけ。初だ。あれいたの、鉄のサソリか。どこだっけあれ。おい、しまって、もう何今の。なんか血潮の浜辺だっけ、あそこにいたの。鉄のサソリか。鉄のサソリと、まあ大サソリはいたでしょ、あの、ま、昔のガタラみたいなところに。すげえ。なんだこれ。あぶんな。おい、ちょっと待ってや。ええー、邪魔すんなよな。やべ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 。ちょっと、生き返らせて。
甘く見てた。回転アタック近く行ったらまずいね。あかんねもね、あっちあっちみたいな砲撃が見破ったよね。あ、大丈夫か。おい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 、何にもできない。そう、死のサソリこんな強いの。恐怖で動きが遅くなった。杖149って何？何その硬さ。呪文か、こいつは。攻撃効かないのか。やんなことないよ。まあ97じゃちょっときついんかな。まあしょうがないけどね。速度いないな。え、宝あったあったあった。風切りの羽。プラチナ鉱石の宝庫だね。とりあえず敵は1回ずつ戦ってるんで、まあ、また来ればいいでしょうけどね。お、ここからは雪原か。古傷が痛まんといいが、魂の食材を探さねば。行くぞ。はいはい。これなんだ。なんだこれ。あ？オルフェウス。え、大丈夫か。攻撃強いよね。だからしびれさせて大砲置いてっていうね、やり方とかもあるでしょうけどね。まあ、ゼロ距離で置いたらダメか。オルフェウスの指、こいつの名前だ。80以上なんかいいのかな。なんか青く光ってるけど、なんで。上絶対、え、どっちだこれ。なんだ、なんかいる。ホワイトジャッジだって何それ。手を出さない方がいい。いや出すよ。何言ってんの。出すよ。ボコさん狙われてるね、完璧に。当たるこれ。なんかいろいろ体勢ついてそうだよね。
定期的に反射されるよ。ロストアタック。攻撃ブースター。いや、面白い。なんだあれ、グリズリーか。グリズリーは戦ったんじゃないね。シルバーベア、違う、グリズリーだね。んー、やべえ、新マップ最高。知らねえ敵ばっかりだもん。シルバーベアどこにいたっけな。あのゼルメアのとこにもいたんだよな、なんか知らねえやつ。ここなんだ。なんだあれ、ああ人か。え、あ落ちんのかこれ。え、どうなってんの。降りれないね。お、オブリッドホーン。とりあえずね、まあ戻って、アイテム整理してきてきたんだけど、あ、この天の香木と、これだっけな、なんか5万6000で売れたんだけど、もう一個の方も結構高かったよ。こっちか。こっち行ってないよね。さっきの上のとこね。奥に行ったらなんか行き止まりだったよね。あー、道具とかさ、拡張クエストとかもやりたいんだけど、え、あれそう、なんかどっかに、結構複雑だね、ここもね。だから売りまくってさ、お金稼ぐって手あるよ、ここをうろうろして。服をね、コーデするのに100万ぐらい使ったのよ。でも結構集まっかも、1日やってれば100万ぐらい貯まる、ここ今だったらね。あとで多分値打ちとか下がってくると思うから。こっちかな、こっち行ってなかったもんね。左なのか中なのかどっちかだよね。左もなんか道あんだけど、ここなんだろう。あれ、見破っていない。あ、また色違いか。これドラクエ11に似たやつだね。あぶね、強いこれ。何もできねえ。大砲がさ、勝手に敵の方向いてくれりゃいいんだけど、そういうわけじゃないからな。当たれば強いけど。締めねえか。メールストロームとか強いよね。
これ絶対なんかあるよね。あ、エルフ飲み薬。ここで合ってんのかな。あ、合ってるっぽいな。どうだろう。イベント。ヘルベルという天使が言っていた戦士の儀礼場とは下にある広場のことか。そこで待て。心配ない。魂の食材も俺も無事だ。それよりやはりここが戦士の儀礼場のようだ。崖を降りるのは危ない。その先の扉から洞窟を通って降りてこい。行っちゃっていいのかこれ。なんか長いような気がすんね。まだね、もうちょいだけやっか。今回ちょっと道を覚えるためにこうやって着いた頃に強いボスがいたりするんだね。これなんかここっぽいよね。ここっぽいよねってか、ここ行くのか。なんなんこれ。え、ズボーハン。敵ワンサカいるけど。福引券2300枚あるから、またライブ配信しようか今度。ずっと引いててね。え、何これ。降りれて。
あれどうやって、あ、はしごあんじゃん。おお、忠義の勲章。お、すげえね。ちょっとここ回って終わろうか。結構時間来てるわ。おお、びっくりした。え、なになに、やめてよ。ゼイドマスク。いや、手出せ。やばいやつだな。お、違う違う、どこ見破ってんの。ジェイドマスク、これ見ないと。あんま動かないやつはちょっと嬉しいよ。何もねえの？なんだあれ。びっくりしたんだけど、まあ倒せっからね。こっちだろうな。なんだけど物好きとしてはさ、ちゃんと回りたいわけよ。ああ、ちょっと離脱。ちょっと時間ないんで。なんだここ。落ちちゃった。無動メダル、妖精の霊薬。はえへへへ、どうなってんの。こうして、ああ、なんか奥に道あんじゃん。宝がある場所か、あれ。ただの、なんか赤かもわかんないけど、いいや、後で。